はい、どうもであるです。さて今回はですね、まあ、何も考えず雑談をしていけたらなと思います。いやー、まあ、このチャンネルもね10月1日で4周年を迎えて、まあ、5年目に、ね、突入したわけなんですよね。だから MV とかもね公開したじゃないですか、新曲スワンプ。だから結構ねドタバタしてたんだよね最近。本当にもうね過密よ。もう編集もね MV の編集も終われるし、日々の動画もあるし、まあ、普段のねあの本業の仕事もあるし、いやまあドタバタしてまして、いやーちょっとね結構ね目まぐるしい勢いで生活をしてて、いやまあね、なんかちょっとねあの5年目に突入してよしやるぞってやりたいんだけれども、ちょっとフーってしたいんだよね。そうフーってしないと多分俺壊れるから。そう俺も人間だし、だからねまあここ以来でちょっとねまあフーってしながらもギアを入れる、ちょっと今思ってることを整理するようななんかトークをしていけたらななんていう風に思っておりますので、まあ LDH にまあ問わずね、まあ LDH のことも喋りながらも LDH に問わずねちょっとざっくばらんにちょっとね喋っていけたらななんていう風に思っております。普段はですねこのチャンネルは LDH コンテンツをより一歩深く楽しむコンセプトに動画作りをしております。12月31日までにチャンネル登録者1万人を到達することをね目標に頑張っておりますので、皆様のご協力をね、ご協力お願いいたします。あと約3ヶ月ですね、10、11、12この3ヶ月で1万人になります。はい、なので僕頑張りますので、皆様のね応援も本当に熱くねどんどん加速していってくれたら嬉しいなと思っております。ということでチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。で本編へゴー。はい、ということでね、いやー5年目ですよこのチャンネルも。動画投稿初投稿からね丸4周年経って5年目に突入したということで、まあ、なかなか長いよね。まあ、でもねあの本格的になんかこう YouTuber になろう、ね、LDH を応援する YouTuber になるんだって言ったのが、まあ、去年のね、まあ、12月頭がやっぱ本格的にスタートしたと僕は思ってるので、まだ1年経ってないんですよねこの本格的なところ。だからまだね去年の12月段階で言うとまだねチャンネル登録者200人とか300人とかのところだから、まあこのチャンネルの今のねチャンネル登録者のまあ、10分の1弱とね言ったところかななんていう、10分の1強か強ぐらいだったんで、まあ、そこからねだから10倍ぐらいに1年経たずになっているというところなんで、まあ、そう考えるとねなんかすごいよね。よく頑張ったななんていう風に思いますよね。だからこの1年立たずでやっぱこうガラッとね今の僕のなんだろう活動のスタイルというかなんだろうね、いろいろ変わってますよね。心持ちだったりとかちょっとなんだろうな、やっている意味だったりとかっていうのも本当にガラッと変わってて、でも夢や目標っていうかとその自分が到達したい目標地点っていうのはブレてなくてね、なんかすごくね面白いなーっていう風に思うんですよね。でねまあちょっとね本当にざっくばらんなんでねちょっとね今僕が思っていることを喋ろうということなんで喋らせていただきますけど、あのね僕最近ね TikTok をちらっと見てたんですよね。そしたらとある投稿がね目に入ってきまして、それがねドラマ、3年 A 組知ってますかね、日テレでだいぶ前にやってたドラマなんですよ。菅田将暉さんだったりとか永野芽郁ちゃんだったり、あとねジェネレーションズの片寄くんとかが出てる3年 A 組今からあなたたちは人質ですみたいな、そんな感じのタイトルだったんですけれども、その3年 A 組っていうですねドラマのワンシーンがなんか切り抜きみたいな感じでまあなんかね出てきたんですよね。でそれを見た時になんか見てみたいなと思ってもう一回そう見てみたんですよ。その3年 A 組を見てみたらなんかねこう今ね、まあ、僕こうやって、まあ、インターネット SNS 上で、まあ、喋るトークするっていうのが主なコンテンツじゃないですか。でね、まあ、いろんなアーティストのことをわー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 喋るわけなんですけれども、なんかねぶっ刺さったよね。なんかこうわー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 言ってるけどね、言葉って気をつけなきゃいけないよって、時にはやっぱ狂気になるんだよっていう、そのね増田将暉演じるね
その主人公の言葉にね、なんかね、ちょっと刺さるところがありまして、まあ何でもかんでもこう好き勝手に言っていいわけでもなさそうだなというか、まあ僕もね、なんだろう、意味のないことを言ってるわけではないんですよね。まあなんかこう本当に、まあ、感じたことをよりなんか具体的に、まあ、なんだろうな、あまりなんだろう、もう最近はね、熱高くわーいっていうわけじゃないようにしようっていうのは心がけてて、ある程度ねなんかこう冷静にあの物事を見極めつつ、でもそれでも本質を捉えて喋ろうっていう風には心がけてはいるんですけれども、それでもやっぱこう言葉っていうものの力はね、大きいものがあるんだよっていうところをなんか改めて、なんかこうそういうドラマを見たことによってなんかね、なんか刺さったんで、ちょっとねいいタイミングで、あのなんかこう TikTok で回ってきて、いいタイミングでこのドラマをね全話一気見できたんじゃないかなって思って、そのなんかねすごいなんか運命というか、なんかこうこれからねよりちょっとね、1万人というチャンネル登録者に向かっていくために、なんかこうなんだろう、必要なこと、言葉を選ぶっていう、言葉の力を改めて再認識する、やっぱ僕は言葉を使ってね、やっぱこのチャンネルって言葉っていうところにやっぱすごくね、大きくよ、なんだろうな、依存してるところはあるので、まあ、僕が発する言葉一つでチャンネル登録してもらったり、ね、はたまた傷ついてチャンネル登録しなく、外したりとか、まあ、はたまた本当に傷つく人も現れるかもしれない。僕が与える影響っていうものが、ちょっとずつ出てきているのかな、なんていうふうに思ったりもするので、まあ、何でもかんでもね、好きかって言っていい。まあ、ある程度ね、言うことも必要な時もあると思うんだけれども、まあでもその時にも、なんだろうな、言い方、伝え方、言葉の選び方っていうのを、考えて発言していくべきなのかなっていうのはすごくね、なんか感じた。3年 A 組って、ね、ドラマを見て、何でもかんでも、なんか無責任に発言していいっていう、もう、年でもないし、立場でもないし、そうねっていうところにはすごく感じた。言葉の力ってね、すごいよねっていうところだから、本当に人を感動させることもできるし、人を傷つけちゃうこともできるっていうところを、すごくこれから僕はこの活動を特にまあねしていく中で、よりより考えていかなきゃいけないのかなって、よりどんだけなんだろうな、自分の正直なところを喋るとしても、頭は冷静に言葉を選びつつ喋る必要があるのかな、なんていう風に僕はね感じましたので、まあこれからはねよりそこをね意識して、まあ僕もねかなり勢いで喋るところはあるんですけれども、そこをねずっと意識して、言葉を選ぶ、しっかりと選ぶ、どんだけ勢いでわーって喋ってても、その中でも頭は冷静に、この言葉って使っていいかなとか、この言葉でね正しいかなとかね、そういうのを考えて喋っていけるようにしたいなと思っておりますので、頑張ります。はい、僕もねかなりね本当にね、なんだろう、思ったことをねストレートに言おうっていうのをね心がけていたんですけれども、ストレートには言いつつも、その言葉遣い、言葉選びっていうのはちょっとねしっかりと、冷静にしていけたらなってなんか感じましたね。まあいくらアーティストであれ、やっぱ相手も人間です。いくらねLDH、まあ、会社ではあれね、人間ですので、そこはねすごくね、まあいくらなんだろうな、アーティストで、まあ、有名だからとか、なんだろうな、ある程度そのなんだろう、まあ評価される立場というか、まあ難しいよ言い方はね、まあ中にはね、アーティストであれ、まあ言っても商品だっていう人もいるけれどもね、まあ一ねヒューマン、人間ですからね、僕らと変わりがない心を持ってる人間ですから、そこに対して言葉を使うっていう時はやっぱね気をつけた方がいいなって僕も感じましたね。そこは改めて再認識という、もちろんね普段から気をつけてはいたところだったと思うんですけれども、よりねなんかこう強く再認識しましたということで、これからね、まあ、5年目にね突入していって、よりねこのチャンネルも加速していけたらなと思いますけれども、その中でもねよりね意識するところは、引き締めるところは引き締めて頑張っていきたいなと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いいたしますということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。うまくまとまった。